セカンドストリートです。どうぞご覧ください。本日は何やら指原から何かあるらしいので、はい、二人にちょっと生理体験をしてもらいたいなと。やってみたい、やってみたい思いですね。まあ、いわゆる、まあ、ベターのナプキンというものを用意したので、はい、まあ、実際にちょっとあれでももう前回の動画で生理体験してるから、ケツから血出てるか全然違うから、そのもうレベルがレベチレベチ。どうやってやるんですか、ちなみに。まあ、ナッピーにちょっととあるものとかを似たようなものを置いて、他の YouTuber さんとかをちょっと見て、あ、確かになっていうのがあったので、それを実際にやってみたいと思います。イエイ。はい、じゃあこちらを。すごい。これなんで2個あるの。ザ・昼用と夜用ですね。基本的なベターなものを。これはね、あなたの体が大きいからこれが何ナッピーが大きいってわけじゃなくて、夜はさ、寝るじゃん。寝てる時にさ、寝てもさ、横に漏れしないように長いの、長さが。なるほどね。あー、え、どういうこと。これこのままあんの。で、このままやんの。これを剥いだら、裏にここにシールがあるの、ここに。あ、それはパンティーに。それを、そうそう。これはさ、どっちが前とかあんの。こっちがお尻だ。なんかみたい。確かにね。だってのそう、こっちの長い方がお尻だね。あ、こうか。そうそう。で、基本的になんかナプキンって羽ありと羽なしって言って、この横にずれないように飛べるやつがある。そう、あ、そうそう、イメージそんな感じ。イメージそんな感じ。すごい、長さ全然違う。でもなんかあれだね、ハートとかになってるね。あ、そう。昼用の方が可愛いね。いらないって。ハグした、初めて見た。え、おばあちゃんちの匂いしてる。なんかさ、ハグなんて一回もしたことないんだけど、迷わずかけるのすごい。もしかけにくるのって。で、今回他の YouTuber さんの動画でなんかヘアジェルをつけてる人がいたんだよ。なんかこうドロッとした感じを2つ用意して、このちょっと以前あのぬるぬるズボンで使って業務用、ね、はい、業務用ローションをご用意いたしました。なんか減ってない。ちょっと待って、使った何使ったの。え、わかんない。どういう遊びしてんだろうね。いや、これはちょっとメンソール入ってるからちょっと怖い、私。じゃあローションにします。あと、子が冷え上がるよ、マジで。昨日縮むからね。え、これを何、どれぐらいの量かけるの。これだけの水とかはいいんだ。うん、まあな、水はやるかどうかわからないけど、水もやってみようか。どれぐらい吸うのか。閉じてる。あ、閉め込んだ。あ、え、でもウェットだよ。全然サラサラしない。サラサラすると思ってた。うん、なんかだってサラサラのサラサーティーとか言うじゃん、コットン100とかって。でもさ、ほら表面がさ、そんなじゃない。すごいやん。最大でさ、どれくらいさ、するのこれ。落ちなければいいんだもんね。ほら、そうそう、みんなやっぱこぼれないっていうのは。こぼすぎ、これでこぼれるけど。あ、かけすぎなの。こんな出ないか。こんな出ないよ、普通。ローションバージョンでやってみたら。確かに。いきまーす。この辺でしょ。ちょっと、こんな出る。ドゥルン、ドゥルンってなった。これ吸収しなくない。こんなじゃないから。ちょっと出すぎ。そうだね、ちょっと量が多いね。でも、ローションだからドゥルンって出ちゃうんだよ。何個か、じゃあ、ここからちょっと塗っていきたいと思います。やだ、無理。じゃあそれを持って2人はちょっとトイレでつけてきてください。こんなもんでいい。持っていきたいと思います。イエーイ、行ってきます。あ、あー、なんか貼るのも大変な。新感覚。もう貼ったの。でも貼った。いや、今私のここら辺にあります。ここにズボン脱いでるの、あんた。え、脱がないと寝なくない？やだ、こっちだ。無理かも。覗いていい？いい。こうなる。なんか、おしっこでうんこ漏らしたみたいになっちゃう。あ、ちょっと分かるかも。分かる？うんこ漏らした時みたいになっちゃう。一回戻ろう。ちょっと漏らした感出る。漏らした感やばい。どう？また減る。いや、なんかさ、お尻までさ、不快感があるわ。え、これ座ったりとかしたら結構やばそう。確かに。ちょっと座らせていただいて。
で無理だもん。打ちます、打ちます。やばいやばいやばい。どう？でも私、少ない日かも。私今日少ない日。気持ち悪さはない？いや、なんか気持ち悪いはあるよ。なんか、ゆるい、ゆるめの運動なんか出ちゃったよね。出ちゃった感はある。あとなんかお尻の割れ目までちょっと来てるわ。その今の気持ち悪さに、うん、生理痛の痛みというか2に近いなんかものがゴミ箱でできるらしくて、うん、それをちょっとやってみてほしいなと。椅子一回こっちちょっとずらして、あ、立つのも気持ち悪いわ。動いたたびにね、あ、気持ち悪いんだ。うわ、え、これは何？こうでいいの？体ちょっと全体重かけてすごい、もう全体普通にグーッと、あー、この痛み、これ、あー結構痛い、ね、痛い。これがこう架空を起きて、まあ人によってはこれがずっと続くし、あー、これはさ、あの仕事とかできないわ。でしょ、うん、家事とかもできない。これは本当付け根に近いかな。あ、痛い痛い。え、この辺だよね、合ってる、うん、そうそう、この辺、あ、そうそうそうで、ちょっと上ぐらい、ちょっとそうだね。あ、痛い。どう、叩いて。え、でも手で離してごらん。手、あ、痛い、無理、よだれ出ちゃった。え、手離してさ、ずっしりやってごらん。めっちゃずっしりくるから。離してんだよね、バランス取れないし。あ、痛い。バランス取れない。痛い。もうやだやだ。これが結構生理中のイライラするわ。乱れてる乱れてる、ホルモンバランスが。でもこれずっと続いたら普通にイライラすると思う。なんかもうだってさっきのなんか、え、もうちょっと手離してみてイライラした。痛いっつってんじゃん。これが生理痛に近い痛みって言われてる。ちょっと気持ち悪いし、ほんでどうですか、生まれ変わってもちょっと男性っていうか芸がいいかもしれない。え、もう本当にずっとなんか、でも本当に気持ち悪い。なんか最初冷たいから爽快感みたいなのがあったけど、体温で温まってきて、温まった方が気持ち悪い。そうね、なんか生温かくなってくるしね、蒸れてる感じというか、ひんやり。これって何、何日間続くの、これが。ひどい人でもう本当に7日間ずっとこれが続く人もいれば、生理前と初日2日目だけ本当に今の痛みがずっと続いてる人もいる。ちょっと今生理だから全然話入ってこないんだけど。でもさ、イライラして。え、本当に痛かった、やっぱこれ痛かった。耐えれない気ね、あんまり。私は耐えたくない。いや、耐えたくないよね。耐えれるけど頑張ったら、でも耐えてきてらっしゃるし、女性もできるけど、辛いは辛い。これがずっとなんか習慣的に起こるから。でも気持ちは私もある。なんかこういうイライラする気持ち、私もなんか月に何回か来るから。何回も来るんだ。生理かなって思うから。あ、工事のね、あの 痛さのない生理はいつも来るからさ。あ、でもこの感じなんだね。だから生理休暇って必要だと思う、私。というわけで、お二人に本日はちょっと、まあプチ、本当はこれを1日かけてやってほしかったら、こうちょっと変えたりとかしながら外散歩して、本当はこれまたちょっと重さとかをつけて体験する人もいれば、体が全体的にこうだるく重くなるから、それを体験するとなるから、それもちょっとやってみてもいいかなと思ったけど。多い日って大変なんだね。今気持ち悪いもん。初めてのナプキンどうでした？え、なんか分かんないけど、でもこれは なんか吸収は本当はするのかな。するする。集中できないね、なんかずっとここら辺に集中しちゃう。なんか気持ち悪いな、気持ち悪いなって考えちゃう。そうなんだ。だけど、すっごい食欲増すんでしょ。うん、生理前とかマジやばい。気持ち悪いなと思いながらこうやってご飯食べるってこと。いや、でもね、もうそこは慣れがあるんかもね。最初はすごい嫌だったかも。何歳で始まったの？中学校だな。ばあちゃんが赤飯食べてくれた。全然よかった。わかんない。